サクサイワマン遺跡かもをかたどった石組サクサイワマンは、インカの遺跡である。目的は、城塞、宗教施設、その双方を兼ねた建造物など諸説あるが、確定していない。ペリューの南東部に位置するインカ帝国の古徳少しの北に立地する。同志は、インカにおける聖なる動物ピューマをかたどって建設されたとする説があるが、 この説に従えばサクサイワマンはピューマの頭に相当する。巨石を惜しみなく用いたインカ文明特有の堅固な石組みが階段状に3段ずつ、幅数百メートルの平地を挟んだ南北の丘に築かれている。インカの天井、地上、地下の3つを意識した独特の世界観が反映された結果、3段という段数が選択された。 格段は石で作られた階段で結ばれている。遺跡を構成する石組みは巧みにデザインされており、ギャマやヘビ、カモ、ウオ等の動物をかたどった箇所がある。これらはそれぞれ数メートルから十数メートルの規模を持つ。かつては東西に並ぶ三つの巨大な塔が建っていたが、スペイン人によってことごとく破壊され、現在はその基礎のみが残っている。インカ帝国の 第9代皇帝パチャクティの命によって1438年以降に建設が開始され、約50年後の第11代皇帝ワイナカパックの在位中に完成したとされる。フランシスコ・ピサロをはじめとするスペイン人による征服で首都が陥落した後の1536年に行われたクスコ奪還戦ではマンコインカユパンキ率いるインカ軍の拠点となった。現在でも、 クスコの人々によって、インキライミの祭りが毎年6月24日に行われている。当時に行われる、この祭りは、インカの伝統的な成人式にあたる。サクサイワマン遺跡のパノラマ写真。ありがとうございます。